ブランフォード狐は、哺乳虎猫目狐族に分類される、食肉類。アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラン北東部、エジプト、オマーン、サウジアラビア、トルクメニスタン、パキスタン、ヨルダン体長42.2から45センチメートル、おな三30から41センチメートル、体高30から35センチメートル、 体重2.3から4 5ラム。尾が長く岩場で移動する際にバランスを取るのに役立つと考えられている。次回の外側は肺褐色、次回の内側は白い体毛で覆われる。背面の毛衣はアンハイ色で、小中線に沿って黒い筋模様が入る。喉や胸部は白、下顎の先端は褐色の体毛で覆われる。尾の先端は黒いが不明瞭。 産地にある荒地などに生息する。一方で、イスラエルでは、海抜0メートル以下の大地交代西部にも生息し、公的な環境であれば産地でなくても生息できると考えられている。1から2平方キロメートルの行動圏内で生活する。ペアで生活するが、採食は別々に行う。夜行性で、岩の隙間などで休む。食性は雑食で、昆虫、サソリ。 小型哺乳類、爬虫類、果実などを食べる。繁殖形態は耐性。ペアは一生解消されないと考えられている。妊娠期間は50から60日。12翌1月に1回に1から3頭の幼獣を産む。幼獣は生後3ヶ月で自分で採食を行い、オスは生後10ヶ月で独立する。生後8から12ヶ月で生成熟する。 農作物を食害することもある。アラブ首長国連邦やイスラエルでは、開発や紛争による生息地への影響が懸念されている。オマーン、イスラエル、ヨルダンでは、法的に狩猟が禁止されている。ありがとうございます。